ドイヒト氏は日本のウェブサイト管理者、ソフトウェア開発エンジニア、神奈川県茅ヶ崎市出身、日本デジタルイクイップメント株式会社、コンパックコンピュータ株式会社を経て、アイボヤージュ株式会社執行役員を務める。日本のアニメーションと声優情報データベースを英語で作成し自らのウェブサイトで公開していることで、英語圏のファンに知られている。ドイは 日本のアニメーションや声優についてのデータベースを1994年6月10日から英語で公開している。ニューヨークタイムズは1995年9月17日付でアメリカの大学には多数のアニメクラブがあるが熱狂的なファンが本当に集うのはインターネットだ。例えば人しどい S アニメページは数多くのアニメシリーズについて ほぼすべてのあらすじを提供していると報じた。1998年、ミズーリ大学コロンビア校博士課程の学生であったメアリー・グリズビーは、ドイのウェブサイトをより情報に富んだワールドワイドウェブ URL と述べて論文の参考文献に掲げた。アメリカのアニメニュースサイトアニメニュースネットワークは、ドイのデータベースが2001年に5万件を超える規模となったことを報じた。 2012年3月現在、データベースの収録件数は9万8000件に上るという。また、土井は、カナダ CBC のテレビ番組アンダーカランツに出演し、日本のオタク文化についてインタビューを受けた。ありがとうございます。